자이어서진행을해보도록해봅시다자이제계속이제네이제지방재판소에가가지고저에아라가미쿠시바히로를탄해하는영상이제증거로채택해도됐는지를여쭤보러가는거죠우미야유이와치칸의희가이자ではなく에하라아키히로도그르になって殺人のアリバイをでっち上げていたと我々は痴漢の件を片付けたいだけなのに弁護側はそこまで話を広げるわけですか우나이검사는도쿄지검검사타카노사다오被告人が痴漢した動機を説明するには御子柴殺害の事実確認が必須ですそもそも今回の痴漢事件は狂言でそこに有罪判決が下されることまで初めから彼らの筋書きにあったんです法廷に強い敵意を持つ被告人ですね네아주빅녀스그 법그자체에아주빅녀스선사하는게그대의목적이었으니까그거아주제대로이뤄냈고당시와미코시바의시태가마다出てなかったから気づくことは難しかったと思いますが我々が出し抜かれたのは確かです我々あなたの本業は弁護士じゃなくて探偵でしょ矢上先生は今も弁護士の資格をお持ちです。어쨌거나자기가박탈당한건아니니까그만둔거지그자격까지박탈당한건아니잖아요私を指導してくれた上司は若い頃そちらの源田先生が苦手だったそうですよいたずらに犯罪者たちの無罪を主張し負けてもしつこく絡んでくる検察官には常に攻撃的でおまけにカムロ町でヤクザともつるんでた何より無礼な態度が許せなかったと그렇죠저겐다도그저마츠간의쪽어른신그마츠간의쪽그조조조장하고나름의그런게있었다나름의그런뭐약간의친분관계가있었죠이인상이ありません検事から苦手と言われるなんて弁護士にとってそれ以上の褒め言葉はありません겐다선생님사월씨앞날에걱정하셨으면서자신의젊었을때검찰에게닥치는대로싸움을걸고다녔구나오히려그렇기때문에도사오리한테여러가지충고를했을수도있죠뭐그래도약간의꼰멋스러운면도 있다는것을부정하지못하겠지만그렇기때문에도 겐다법률사무소의변호사정신은어느새사오리씨가물려받은것같군あの話を戻しましょう確認ですが被告人自身は控訴の件を了承してるんですね。うん。しかし、もし江原が本当に殺人を犯してるなら、そのアリバイを蒸し返されたくないはずでしょ？江原の目的は、殺人の罪を逃れることじゃないんです。じゃあ何だと言うんだ？法を貶め。なんか법을법안을좀빙여서날리는거죠。だったら、そんなのは相手にしないことが最善の手だ。ええ、多分そうですね。法が公正であることより、検察や法廷のメンツを第一とするなら。なんだと？ん？ああ、失礼。遅くなりました。あに。お、이사람은분명그때게임시간게임상의시간에서며칠전에그래서쿠스모터레이코를찾아왔었던그조정관이라고하는그弁護側は被告人の無罪を主張する気ですか？そしてそのために彼の殺人を立証すると？待ってください。その前にそちらは？警察庁の方です。江原が現役の警察官ということもあり、今回一応状況を確認させてもらいたいと。議論に加わるわけじゃありません。本を読むもんで。これ以上恥をかくわけにはいきませんから。正しい情報を国民に発信する必要があるんです。お名前を伺えますか？坂東と申します。肩書きは？警察庁の所属で調整官とだけ。これ以上話せない。조정관이제가근데저도얼마며칠전에알았는데続けてください조정관이그사실상직업그위치로따지자면은그저후생노동성의사무처장보다는좀낫다고하더라고요사이반장이改めて検察の意見を申し上げます江原明宏の控訴において我々は例の殺人動画を新証拠として認められません出どころ不明のネットの噂に過ぎないんです
軽々しく法廷に持ち込んで審理すべきではありません。確かに。さらに江原が法廷に強い敵意を持っているのなら、例のネット動画もまた罠である可能性があります。罠？ええ、次は逆に映像を加工捏造していたという新証拠がネットに流出するかもしれませんよ。その時控訴が始まっていたらどうします？やっぱりやめようとその場でお開きとしますか？江原一人の気まぐれに振り回される、そんな法廷の姿を国民に見せるわけにはいきません。であるならば、法は粛々と江原に下した刑を執行すべきです。いかがです弁護人？あなた方はそこまで考慮した上で控訴を申し立ててるんですか？ええ、何と言われようと私たちは被告人の無罪を主張します。あんたもそうか？エアライ항소에대한내견해라어떻게대답할까이건사실상거의셋다맞는것같긴한데미코시바사에대해서속죄하게 하게 한다고한다면은근데지금은증거가없잖아지금은증거가없잖아요그리고에아라본인도이것을인정할생각은없다고했는데이것을인정할생각은없다고했고또에아라가무에아라의무고냐지금에아라가지금완전이판결자체가그자기가뭐진짜뭐아무일도저지른것은아니아했다고 보는것도어렵긴하죠일단미코시바히로를살해한것에대해서는일단뭐의심스러운건둘째치고라도그마미아에다른거치하더라도지금현재국민들한테알려진건에한해서는에아라는그게치안이니까그래도그것을근데에아라가그것도막이거를무죄입니다라고얘기하는것도그것도아닌것같고그러면은그사실에아라이가그유죄판결즉걔가치안이다라는거는잘못된거죠왜냐면 어찌됐거나그때마미아유인을성추행한것은에아라가아니라는게일단밝혀졌잖아요물론법정에서의증거가그법정에서의증거가그러면그게잘못되었다는거에처음부터다시돌아가볼필요가있는거겠죠에하라의유죄판결은맞지않았다이신의時あの人を유죄증거가불충분하니까揃ってなかったと俺たちは考えています。エハラの手からは被害者の下着の繊維が検出されている。トリックです。事前に被害者と共謀して仕込まれてた。それがトリックだったと立証する証拠がない。間宮ユイとエハラが事前に会っていたんだったか？ならその証拠は防犯映像でも残っていたか？いえ、ありません。駅の防犯映像は必要なければ数日で消されてしまいます。ああ、でも江原と間宮ユイがグルだった可能性がある以上、下着の繊維も有罪の決め手にはならない。そうですよね。他に江原の有罪の決め手は何だったっけ？防犯映像かな。それにテレビで何回も流してたスマホ動画、あれだって犯行を立証したとは言えないよな。何しろ決定的な穴がある。なんだと？俺たちはその証拠を足で稼いできたよ。エアラの出演事実が証拠が된방범カメラ영상에는커다란구멍이있었다그건바로여기잖아요이것도마미아유엔때확인까지받았던거잖아요あんたは現場にちゃんと足を運んだか？그역플랫폼의그설계도いや、でも新宿駅아니검사들도좀현장좀가봐전에그미츠그미즈모시기검사도안가봤다고하던데でも現場を細かく調べるとやっぱり死角はあったんだ。逃げる江原とそれを追う。그저저그왼쪽에있는계단의바로아래쪽에있는ように見えたけど、この矢印の点線部分はどのカメラからも死角になっていた。ここに江原が替え玉と入れ替わることのできた一瞬の穴がある。江原のすぐ後ろから被害者が走って追いかけていた。目の前で入れ替わったりしたら反対するにか알아차리고도그리고모른척한거지다알고있었으니까気づくも何も
事前に入れ替わることを知ってたんだ。それを証明できるのか、高野さん。俺たちは被告人の無実を証明したいわけじゃない。何？一審で検察が揃えた証拠だけじゃ被告人の有罪を断言できないと指摘してるんです。それが弁護人の役割ですから。아처음부터사실그변호사그처음부터맨처음부터다다시시작해야된다뭐그런거죠狂言だった可能性を検察は潰しきれてないなら疑わしきは罰せずでしょう。その言葉は一審の時に言うべきでした。もっともおそらく白崎先生も被告人の無実を信じていなかったのでしょうね。一審の有罪判決は被告人に誘導された可能性があります。そこに気づけなかったことは私たちのミスです。でも気づいた後に正そうとしないのは隠蔽です。大げさな言い方はよせ。たかが痴漢だ。今の発言は聞き流せませんね。たかが痴漢なら冤罪が許容される。まあ、이거는그래도저심판이맞는말이하긴한데사소한거라도잘못된판단판결에서안된다는거죠取り消します。やはり本件は控訴審で審理するのに値する事件ですね。もし敵意ある被告人に誤審を誘導されたのなら、それを正せるのも法廷だけです。ありがとうございます。ただし江原さんの殺人動画は私も見ました。あれを法廷で証拠とするのは私も難しいと思います。残念ながら現時点で法廷に持ち込むことは認められません。하나의동영상만으로는유죄판결을뒤집을수없어애초에법정제출도불가능하다는건가일단어쨌거나재판을 열어도된다는거허가를받았는데영상을증거자료제출할수는없다는거네아진짜아토데지무쇼니가오다시니이끄요わかりました。失礼します。坂東さんでしたっけ？公安の。その所属は名乗りませんでしたが、まあそうです。警察쪽사람이면당연히공안이라고네가얘기한거지。厚生労働省の事務次官。もちろん。彼女を監視する理由は？そりゃ人聞きが悪い。今ここにいるのは俺とあんただけだよ。なるほど。話が早くていいですね、八神先生。이상황에서나타난공안이쿠스모토레이코건과아무관련도없을리없어。あんたにとって江原の裁判はそんな重要なものじゃないよな。ってことはここに来たのは俺と会いたかったからじゃない？桑名の居場所を知りたいんだろ？全然見つからないんで、あんたも重い腰を上げなきゃならなくなったとか？桑名こと北方優は殺人容疑で指名手配中です。居所をご存知ならぜひ教えていただきたい。あんなとこはディエティで勝ち取るには없잖아。殺人で指名手配ね。いや、沢先生は。あんたんとこで使ってる RK が殺したんだ。それを隠し通せると思ってんのか。もう現場の刑事だってみんな疑いを持ってる。現場の刑事。그래가지고지금형사들이현타엄청나게왔죠。対立をはらんでいるものですよ。現場の警官は上の愚痴をこぼしながら走り回るのが常です。私も若い頃はそうでした。じゃあなんであんたは警官じゃなく半グレを駒に使ってんだ。そのせいで沢先生を巻き込んだんじゃないのか。おっしゃってる意味がわかりません。그는없다。이남자가 RK 를움직이고있어。적어도소마에게지시를내리는놈들과한패야。あんたは今回の件が初めから汚れ仕事になるとわかってたんだ。だから表立っては警察の人間を使えない。それともそこまで信頼できる部下を自分の手元で育てられなかったのかな。なるほど。
そりゃいい。公安の人間にできるのはせいぜい監視と逆探知。하긴 이러한 일에 경찰까지 하게 되면 경찰들에 대한 인상이 더 안 좋아지겠죠. 뭐 경찰들도 결국 깡패들이나 다름없다는데 뭐 어쩌고 저쩌고. 이제 드디어 본색을 드러내셨네. 一応聞くけど 소마와 지금 どこに? そっちがすぐに桑名を差し出せばこれ以上犠牲者は出ない. 何だと? 奴をかばう理由があるのか? 分かってるぞ。桑名はいじめ加害者を処刑して回ってる。著しく治安を乱している人間だ。だとしても、沢先生の件はあいつが犯人じゃない。私は議論するつもりでここに来たんじゃない。最後通帳だ。 근데 그 증거 없잖아. 그래서 지금 야가미도 엄청나게 쩔쩔 매고 있는 거고. 자, 이제 어떻게 움직일까? 적은 쿠아나를 찾고 있다. 난 어떻게 해야지? 그러고 보니, 야, 일섬에 그 스케치 왔었죠? 그 스케이트보드 하는 거. 내가 롤링을 안 했구나. 아, 가드 이것도 있구나. 그러니까 이게 있구나. 안녕. 마령 새우꽃만 얻으면 그 저 좋을 텐데. 아니면 저 그 호랑이 떨고기. 빵. 예스. 이라시아이마세. 이따라키마스. 고치소사마. 아리가토 고자임.
아취해진짜바바바아아이아아이그밀어야겠다안되겠다핫빵아진짜아아미친지금적들이이제진짜엄청엄청위험한흉기들다갖고오는구나時間食っちゃったよいらっしゃいませありがとう여기말고여기いらっしゃいませいただきます。ごちそうさま。ありがとうございます。もう横浜かいな。これ恵比寿屋のまんかぼっか。たぶんしょんよ。おったま。오졸보처음부터다짜고짜안끼냐어그걸안짜던지기냐어いらっしゃいませ。ごちそうさま。ありがとうご。いらっしゃいませ。容量의 10% 15% 떨어지고배틀종료시 SP 10% 이거좋긴한데ありがとう사무실로가야되던가
あ、ちょげそっこな、剣田さんむしろの。어떤 말 하겠냐 그 하겠냐 그 저 빈사 상태에서 오히려 아슬아슬하게 잘 피하고 그런 거 해가지고 못할 어때 했을 때 더 큰 데미지 줄 수 있는 거. 알케인가? 보란 듯이 감시하고 있군. 고환이 내게 가는 압력인가? 그러면은 참 교육을 해주는 것이 인지 상정. 더 처치해줄게. 다음. 아, 왜 아직 너 아직 살았니? 응. 아, 이런. 무공해가지고 하늘에서 떠 하늘에서 하려고 했는데. 아. 바로 겐다 사무소로 그이 그이. 야가미상, 사키와 대조부でしたか? 경찰청의 아노 반도우という 人. もしかして 아, 사오리는 그래도 날아 예리하네. 취미ということでしょうか? 아, 맞지가이나이. 쿠아나의 이바쇼를 知りたがってた. なるほど. そういえば、星野くんが RK の噂を聞きつけてきたようです。おー、これ、할얘기は뭐니?星野くん、RK のことで何か聞きつけてきたって?ええ。どうやらあの阿久津って幹部が、カムロ町に戻ってきてるそうなんです。昨日から。阿久津が ?RK のナンバー2ですよね。ああ。あいつなら多分、相馬の居所も知ってる。阿久津は
カムロ町のどこに戻ってるんだ。八神さんはご存知かどうか、 RK はカムロ町に息のかかったキャバクラをいくつか持っているようで、それをナンバー2の阿久津が仕切ってます。で、系列店で売り上げのいい子とか今後期待できる評判のいい子がいると、阿久津が直々にボーナスを手渡してくれるらしいんですよ。星野くんはどっからそんな情報を取ってくんだ。うちの依頼人はキャバ嬢とかカムロ町で働く人が多いですから。要するに売れそうな子は阿久津に会えるということですね。ねえ、ここ何日かその表彰が途切れてたんですが、昨日はそれがあったみたいなんです。つまり横浜に行ってた阿久津がカムロ町に戻ってきてるってことですよね。なるほど、確かにそうだな。で、具体的に阿久津はカムロ町のどこに戻ってきてんだ。そこまではまだ。 RK の幹部は毎晩居場所を変えるらしくて、多分警察に行動を把握されないためでしょう。あはあ。でも売れそうな女の子になら阿久津の方から声をかけてくるわけか。もう全然嫌じゃありませんよ、この展開。沙織と色子ちゃんと思うじゅうぎんだ。むしろ望むところです。ああ、沙織さんがまたキャバ嬢になってくれたら阿久津を引っ掛けられる。これは RK の潜入ミッションになります。だから危険なのは分かってるんですが、くそ。僕はまた沙織さんの変化が見ない。こんな自分を抑えきれない。何を言ってんだお前。どこかはっきり RK の系列ってわかる店はあんのか。ええ、ずっと前にも沙織さんが潜入したクイーンルージュというお店がありますよね。あそこが少し前 RK の半グレに乗っ取られちゃったみたいで。クイーンルージュか。ああ、전장また전장의거기거기네요。そうですね、もともと雇われ店長だったんですが今も変わってません。ただ以前は高級店だったのに格安を売りにするようになってて、内情は変わってるかもしれませんね。そうか、格安なら俺も。お、それはダメだ。じゃあ、ちょっと MG 世代들한테。そうか、じゃあ僕も行きたいかも。MG 世代들의지갑에좀더활력을넣을수가있겠네요。沙織さんはまた服とかメイクとか準備がいるね。一緒に考える。いえ、それなら大丈夫です。ん、先日マリ姉さんと一緒に RK 好みのメイクを追求したところです。今回もそれで行こうと思います。ああ、マリ姉と。でもほら、男好みのメイクはやっぱり男がやった方がいいしさ。お言葉ですが、見てもいないのにその判断はいただけませんね。お、あ、そう。이런혹시지뢰밟을뻔했나일단그녀들의센스에맡기자지난번에어떻게했었지그잠입을할때옷을어떻게입었었죠참그럼일단사우리씨한테맡길수밖에없겠죠조금그렇지만사우리씨한테맡겠어요흠俺なんかの出る幕じゃなかったな。ええ、こう言ってはなんですが自信のメイクです。任務に支障は来たさないと断言。아저도선보고싶었었는데그래도なるほど。うん、その息はよしだ。さすがうちの沙織君、我が源田法律事務所は向こう20年は安泰だな。本当ですね、八神さんも英断でした。よし、んじゃ早速作戦を始めようか。参りましょう。사장이끝나기까지는아직조금시간이있군나도만반의준비를해줄까좀같은수법하는건조금그렇긴하지만그렇다고사오리의야너나너무나좀너무그랬나자세이브를잠깐만로딩하는뭐없나아잠깐만
총 있었구나. 아, 총 가진 것부터 조져야지. 아, 자, 뭐야, 아니야, 난. 와! 빵! 다그, 시간 끝났다. 이제 됐으려나? 와, 진짜 갈수록 적들이 진짜. 예스. 아, 여기 적들 엄청 많이 살아났네. 이제 심지어 갑시다 그러면은. 이쪽 준비 끝났다. 이제 사우리씨가 나오게 기다리기만 하면 돼. 그래도 저는 지난번에 그 센서가 굉장히 마음에 들었다고 보거든요. 저는 그래도 나름 그렇다고 예전 것 이상은 손을 댔다가 과연 내가 제 자신을 잘 할 수 있을지도 모르겠고. 오, なるほど. これは確かにいいね. 마리네さんのおかげです. 完璧に仕上がってる. さすが. バッチリだ. では参りましょうか。クイーンルージュへ。沙織さんがメイクしてる間、店長には入店のことを話しといてよ。星野くんが言ってた通り、ある程度売り上げが見込めそうな子には阿久津からお呼びがかかるってシステムらしい。わかりました。要するに私は店のナンバーワンを目指せばいいわけですね。自信のほどは？できるかできないか保証はできません。ただやるだけです。 どこまでもついていきますよ。姉さん。 로즈로 가자. 전에도 한번 잠입해본 가게야. 잘할 수 있어. 아, 그럼 이제는 사오리로 내가, 이제 사오리로 가는구나. 바로 옆이긴 하지만 그래도. 저는 지금 이게 너무 마음에 들거든요. 그래도 여기서 좀 다르게 하는 것도 조금 그렇긴 해요. 너무 우려먹는 게 아닌가 싶긴 한데. 近くを通ることはありますけど、中に入るのは久しぶりです。店長、
沙織さんのこと覚えてたよ。前も一晩だけじゃなくて本当はずっといてほしかったってさ。あったね、意味のね、ドックソンにいるんだよ。再びですね。あ、その前にこれ渡しとくよ。無線のイヤホン、うまく阿久津のところに行けることになったらそれで連絡を取り合おう。何かやばい時はすぐ助けられるようにしとく。わかりました。背中は八神さんに預けます。ああ、それじゃあよろしく。沙織さんなんだね。やっぱり別格の美しさだよ。君を見てると店の全盛期を思い出すな。お元気でしたか、店長。元気元気。いや、そうでもないか。前に来てもらった時はここを高級店で売ってたんだけど、それじゃあなかなか苦しいってことになってね。今は早い、安い、接客はまあまあって感じの方針なんだ。ええ、話は少し聞いてます。大きな声じゃ言えないけど、前のオーナーが賭け麻雀ではめられちゃってさ、で経営を RK に乗っ取られちゃったんだよ。以来よそと同じく格安路線に変えられちゃったわけ。でもさ、そうなると回転上げないと儲からないし、女の子の質も下がってくんだよね。見込みのある子には RK からお声がかかるとか。そうそう、よく知ってるね。 RK は稼げる人、力のある人には待遇がいいんだよ。これをって子がいるとボーナス渡して気前のいいとこを見せようとするわけ。まあ阿久津さんってのが可愛い子と飲みたいだけかもしんないけど。목적은 RK 간부아쿠츠의위치를알아내는것뿐가게원의가게넘버원이되는건어디까지나겸사겸사야그러니까정말로즐기면안돼예쁘게꾸몄지만지금은일하는중아쿠츠산과どちらで会えるんですか。場所は特に決まってないな。いつも向こうの気分次第でね。もうボーナスもらう気満々じゃないな。でもきっと沙織さんならいけると思う。その意気だよ。おお、満ポイント、ナイス。ええ。入店は問題なかったみたいだな。俺は今のうちに助っ人を呼んでくるよ。助っ人？なあ、阿久津に会えるようになったら全員でかかれるようにね。それまで頼んだ。좋아、지금부터난가게넘버원이야。접객의첫직은상대방을칭찬하는것。해보자사월이같은테이블에앉은손님이친아버지여도흐물흐물해질때까지칭찬하는거야아라안타가텐초노連れてきた大型신진산뭔가思ったより年がいってるみたいな사월이と言います。どうぞよろしく。あんた今までどこの店で働いてたの。普段は普通に事務仕事なんですけど、2年ほど前に一度こちらでお世話になったことがあるんです。何それ、気が向いた時だけのパートってこと。この仕事舐めてる。そんなお気楽な仕事だと思われんのは心外なんだけど。なるほど、ごもっともです。では今夜はお二人からプロのお手並みをとくと見せていただけると。이것도이짐의楽しみです。폐해라는건가。何その口の聞き方。こうやって休憩時間に新入りをいびるのもプロの技なんですよね。ああ、いけませんね、すぐそんな怖い顔したらお客様が楽しめなくなってしまいますよ。かな。見た目だけの勘違い女かと思ったらね、확실히サオリ、얘네들도더ちょっと、あ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 、新入りにこんなでかい態度許していいの。この世界は実力主義だからね。仕事ができれば文句はない。実力主義。お二人の足を引っ張らないように頑張りますので、どうぞよろしくお願いします。沙織さん、メグさん、クリコさん、お客さん入ります。よろしくどうぞ。じゃあ、見せてもらおうじゃないの。
店長期待の大型新人の実力をね。ヘヒョン主任。ええ、望むところです。아자존심을건여자들의싸움나이런거좋아하나봐 싸우는게진짜은근히멘탈력정말좋긴좋더라고요 미친どうもメグですいらっしゃいクニコですはじめましてサオリですおーサオリちゃんねあどうぞどうぞ座って座ってきれいですね。この人最高。どうもはじめまして。이게어떻게된거야정말야가미씨가말한서포터가이거야 전년서포터가아니잖아이건오히려역효과야이래서하기힘들어でもな、俺の発する異議ありは、それはもう検事たちを震え上がらせたもんでね。すごいですね。さすが弁護士先生。ああ、ずるいですよ、源田先生ばっかり。僕もね、こう見えて司法試験でトップクラスの成績だったんだよ。司法試験？ちょっと待ってよ嘘でしょ君たちもしかして司法試験知らないの日本一難しい資格試験なんだよそうらしいね資格なんだ私も漢字検定3級取ったよ中学の時そんなのと一緒にしないでよ漢字検定も立派な資格ですよえ司法試験に受かったなんてそんなのもう随分昔の話でしょう。あなたはまだそんなことを自慢にしてるんですか？え、あ、アニー、잠깐만。いや、あ、ちょっとサオリちゃん、お客さんに向かって何言ってんの？あちゃ、星野が너무멍청한소리를해서나도모르게한소리쏘아붙였어。そうですよね。つまんない自慢なんかして、最低ですよね。でも。司法試験はその非常に難関でした。ああ、サオリ。勉強しないと受からないです。え、嘘。泣いてるじゃん。지금은어떻게든무마하고분위기를띄우자본인은아니지만청취자를칭찬하는거야이걸했다가오히려호시노의상처를더후벼파는거라서좀그렇고사람의가치는앞으로무엇을하냐에달려있다면은저는모레도안될것같아요이러니까오히려이렇게띄워줘야죠弁護士になれるなんてそのすごいですよやっぱり普通の人には難しいですね냉탕과온탕의오가는누님컨셉으로가죠야야야야호시로먼저맞춰줘야지에뭔데스아샴판ですねこちらのお客様、シャンパンお願いしますちょっとさすが弁護士先生ありがとういいのかい俺もごちそうになっていやー、俺はいい部下持ったなえ、いや、はいで、どのシャンパンにすんのもちろん一番いいやつでえマジですごいでもこの人数だと一本じゃ足りなくないか？ああ、星野。じゃあ一番いいのを二本で。うん。ありがとうね。星野もうお好きに。ああ、星野이번에지갑조금얇아조금얇겠네。本当？ごちそうさまです。진星野が조금불쌍하지만좋은공부가됐겠지어찌나잘풀렸네선생님이고호시노고빨리돌아가줬으면좋겠어 아네안녕하세요근데어색할수밖에없죠아는사람이냐모른척해야되고
全く同感です。健太先生、とにかくここは接客が素晴らしい。あー、もう毎晩ここに来たい。朝まで行きたい。やだ、星野先生も健太先生も。あれ、じゃあ도와주러온거맞긴한지라모르겠네요。そうだ、じゃあまた来るってことならキープボトル入れちゃいません。いいじゃないですか、弁護士お金持ちなんだし。そうだな、お金はそんなにはないんだけど。변호사도그생각보다그렇게돈을잘버는직업은아닌것같더라고요。ボス、かっこいい。물론뭐물론잘버는사람도잘버리겠지만이래도되나？이렇게많이마시면겐다법률사무소가가난해지는거아니야？ 하지만장래가유명한 사람이라고인정받지못하면 RK 의야쿠아쿠츠를만날수없으니까。아레레사오리산どうしたんですか？浮かない顔しちゃって、ほらスマイルスマイル。そうだぞ沙織君、君はな、もうちょっと愛想よければ華やぐのにと俺は常々思ってたんだ。あなんかお客さんたちって沙織さんと初対面じゃないんですか？うん、クリルね。そういえば確かに、なんかちょっと時々네。여매여기서괜히아는사이라는걸들키면내가너무수상해보이잖아。의심을사게되면 RK 의잠입하는작전까지전부망치게될거야。どうなんでしょう。僕たち知り合いだとなんかまずい。아이고저너또취했냐너설마？まずくはないですけど、私たち初対面じゃないですか。おかしな先生。初対面って俺たち？아니もうどうしたんです二人とも。メグさんとクニコさんが変な目で見てるじゃないですか。別にそういうわけじゃないけどさ、でもなんか不自然は不自然だよね。어떻게하지、은근슬쩍화제를바꿔서넘어가자。지금까지조금당기기만했으면했으니까조금밀쳐야되는건데혁했다가는오히려너무애정황너무애정을애정과시해가지고겐다한테응서사오리가이런사람이아닐텐데라고해가지고오히려더좆될수도있고이거부비부터마찬가지고혹시나무릎에기대면은이건너무이건너무그런가무릎에기대면너무또너무애정각이라고해가지고겐다한테도물론전작에서겐다가사내연인금지라고는엄포를놨고좀 MG 한정신가좀 MG 하니까그런거좀잘안들수있겠지만은그래도그냥이걸로이그냥이정이것정도로만하죠。星野先生오우쉐진짜すっかり仕事を忘れちゃった。あ、あ、はほら頭ぼーっとしちゃって可愛い顔して何考えてるの？え、いけないこと考えてたかも。星野君、おい、なんかケチからんぞ。これ聞いてんのか二人とも。あ、ねえ、ちょっと俺らのとこにもあの子呼んでほしいんだけど。かしこまりました。沙織さんをご指名でございますね。俺も来てもらいたい。待てよ、こっちも頼みたいんだけど。いや、これは皆様お待ちください。順番にお伺いします。沙織、俺ちょっと힘들겠는데。大型新人、期待以上だったみたいね。マジか、すごいね、これは。아무래도잘풀린것같아。이제아쿠츠가접근하면임무완료야。数々の失礼、本当にすみませんでした。そんな、今日はたまたまうまくいっただけですから。いえ、そんなことないです。なんかトークの아는사람인거알면니들엄청내가까무러칠거다。全部負けたなって思いましたから。おかげで私も今夜はいいお酒飲めて勉強になりました。いや、3人ともお疲れさ。
すごかったね。今夜は客が客を呼んでずっと引っ張りだこだったでしょ。久々の大盛況だったよ。これも沙織さんのおかげだ。いえ、メグさんと邦子さんが一緒に頑張ってくれたおかげです。そんな、今夜の MVP は誰がどう見たって分かってます。店長、ここに来たってことはもしかして沙織さんにボーナス出るんじゃありません？ああ、その通り。まさか初日からこんなトントン拍子に行くなんてね。さすがとしか言いようがないよ。阿久津さんからぜひ沙織さんをねぎらいたいって。이걸 모르는 저 점장 무슨 죄야? 本当ですか? 嬉しいです. 와,すごい! 本当に出るんですね, 보너스って. 私もいつかもらえるといいな. 잘 풀린 것 같아. 이제 RK 아쿠츠가 어디 있는지 알아낼 수 있어. 근데 아쿠츠さんは どちらにいるんですか? 着いてからのお楽しみだそうだよ. 阿久津さんは自分の居所をオープンにしないんだ。もちろんカムロ町のどこかだとは思うし。あ、大丈夫、帰りもタクシーで送ってもらえるってことだから。そうですか、わかりました。とっても楽しみです。大丈夫だ、沙織さん、俺も今ちゃんとついてってる。すぐ助け行けるようにしてるから。運転手さん、今どこに向かってるんですか？いや、もうすぐにそこですから。カムロ町からは出ないんですよね？ええ、ご心配なく。この方向、多分半グレのたまり場に向かってるな。あー、こぎー、俺が相馬と初めて会った店だよ。ここんとこずっと閉まってたはずなんだけど、今夜は久々に開いてるってことかな。間もなく到着です。お待ちしてました、沙織さんですよね。すっごい綺麗、阿久津さんが喜びますよ。どうも、お招きいただいて。 RK は稼げる人を大事にするんです。ここに来たのはその素質を認められた証拠ですよ。沙織さんももう立派に僕らの仲間ですね。あ、もや、과연 RK는 이런 식으로 メンバーは동료를 늘리고 있구나。포탄보너스와사교성있는남자를써서돈을잘벌어들이는호스티스들을포섭하는건가?それじゃ僕が案内しますよ。お願いします。阿久津さん、今夜のヒロインをお連れしました、クイーンルージュの沙織さんです。ああ、なるほど、こりゃ前評判以上だ。来なよ、頑張り屋さんにはご褒美をあげて明日もっと稼いでもらう。阿久津さんの噂は金がね、有名人と会えるなんて嬉しいです。まあ座んなよ、疲れてるとこ釈放しろなんて言わね。半端じゃなく高いんだよこの酒。無粋か。でもこれ言わねえとせっかくの誠意が伝わんねえだろう。そんなこと。そしてこっちがお待ちかねのボーナス。おお、진짜딱봐도생각보다와100만원普通の OL さんなら大金だよな。誰にとっても大金ですよ。ほう、弁護士にとってもそうなのか。白崎先生、알았구나。どういうことですか？前にも RK に探り入れてきたんです。この女弁護士。そん時は河合のことを聞き出そうとしてきました。カムロ町はさ、もううちのもんがいろんなとこで目を引っ張った。ああ、알았구나。하긴、저거를보고안했을리가없지。すぐ情報が伝わってくんだよ。
俺や相馬の居所をこそこそ嗅ぎ回るようなやつは大抵殺のスパイだな。それが今日は弁護士の女先生とはな。なんで俺んとこに来た？誰の差し金だ？あ？どうやらまずい状況みたいですね。弁護士の割には鈍いな。今頃理解できたのか？まずい状況なのは私ではなくあなた方がです。なんだ。よう、思ったより探すの大変だったよ。阿久津。なるほど、沙織ちゃんの糸引いてたのはお前か。久しぶりだね、三下のお前が。組抜けてから小山の大将。あ、東ドランね。ああ、笑わせんな。三下はてめえだろうが東。お前らだけで乗り込んできた根性は買ってやる。いや、お前は一度拾った命だったのにね。まだこっちは全員出揃っちゃいないよ。ああ、ん、本当にぶっ殺してるのは。あれ、怪盗。わあ、クゼだな、そ。わあ、ミチン。てめえらで我慢してやる。カイト、てめえまだ殺されたんなかっただよ。じゃあ、戦いのゴングを鳴らすのは。ダメコン。今日ここまで頑張ってくれた沙織さん、頼めるかな。え？美人が鳴らすゴングなら、余計に気合も入るってもんだ。おお。一丁ケーキの頼むぜ。そうですか。ではお三方、やっておしまい。おっしゃ。お、パロと전투돌이。おう。아, 아구조생각보다굉장히터프했었지진짜아닌게아니라뭐미친와복근가드 Holy shit. 하오. 적수좀줄여주고아스케이트보드가저거한번써봐야겠다그거너무안써봐그배운데너무안써먹어봤는데아데미지얼마나크길래벌써저게이지가벌써이렇게많이달았어안되겠다일단그럼 EX 부스좀없애주고아아진짜빵화분이쓰지그냥지금써야겠다아아야식이진짜주머니좀어떻게해야되는데아진짜아아
まあいいわ、たまに。그어떻게써그걸어떻게써야되죠그스케이트하려면은자일단인자스케이트보드라이드아 EX 부스상태에서아달리고한번더한다음에스케이트보드타타면사각형오케이알았어빵오케이빵와데미지엄청크네와한명아직도 아직도살있어아빵자고추컷오もう逃げらんねえぞ、阿久津。これでゆっくり話せるな。相馬はどこだ？あいつはどこに隠れてる？知らねえ。あいつは俺以上にコロコロ居所が変わるんだよ。なんだよ。結局お前もあいつの駒か。あいつはなんだ。お前らはなんであいつの言いなりになってんだ。相馬はどんな相手の嘘も見抜く。あ、昔からそうだ。敵の言葉だろうが味方の言葉だろうがごまかしが効かねえ。裏切り者がいりゃそいつが動くよりも前に殺す。どんなに遠くだって見えてかすかな匂いだって嗅ぎつける。だから俺はあいつにだけは嘘をつかねえようにしてきた。この業界で生きるには嘘を見抜く能力に限る。アホか、そんな便利なもんあってたまるかよ。お前は何も分かっちゃいねえんだ。あいつには先が読めるんだよ。登場会を抜けるのだって誰より早かった。普通組み抜けるには大金がいる。上に金詰めなきゃ殺されたって文句は言えねえ。極道ってのはそういう世界だ。誰に向かって講釈垂れてんだ。けど相馬よ、登場会に先がねえと踏んだ途端。와이거어떻게다알아채는거야손손만은왜니히도도못찾으칸에못참아주니아니근데그렇게치면은키루는어떻게나간거야키루그용재로해서돈도한푼안내고그냥나갔는데だから俺はやつが飛ぶと知った時忠告したよ。お前消されるぞってな。だが相馬は笑って俺にこう言ったんだ。この組は終わりだ、俺が殺されるわけがない、余裕だって。むしろ俺にお前も抜けちまえ、何も気にすんなと逆に忠告してしまう。ちゃんね、どういうことだ。あの頃もう登場会って組織には、여기서는동성애가어떻게해당되는지에대해서는아얘기안나왔죠물론용과같이7에그때랑비슷하게거의갑작스럽게거의하루아침에거의해산했다시피했을거라는직감도있지만確かに소마와스르또組み抜けた最初の一人。소마는결국그걸어떻게알아낸거죠그도지마다이고하고그와타세하고그걸알았을거아니에요물론이세계도그들이존재한다면있지만RK のネットワークを一人で作り上げちまった。それでお前は相馬のパシリになったわけが。俺に相馬を仕切る器はねえよ。俺は RK の表向きの顔に据えられただけで、裏からそれを操るのは相馬。RK に引っ張り込まれた時から俺もそれで納得してる。お前も器がねえなりに
自分が見えてるじゃねえか。阿久津、相馬は公安に使われてる。そのことは知ってるか。公安？じゃあ相馬が河合信也を神室町で探してた理由は。知らねえ。あれは相馬がある筋から金積まれた仕事だって。桑名を追う理由は。いや。なら相馬と公安の接点は。何でもいい、思い当たることはないか。知らねえ。なんだよ思い当たることって。うん、まさかな。いや、カイト뭔가알챘아카이토 MC 뭐알챘나나타보もしかしたら相馬は公安そのものだったかもしんねえぞ。ら？どういうこと？公安そのものって。ああ。公安ってのは人をスパイに仕立て上げて情報を取る。そういうのをエースを作るってんだ。あ、ハギン、名探偵コナンの、그녀석도그랬죠。反体制的な市民団体とか。안기준도그랬죠。もともとそこにいるメンバーの弱み握ったりして、公安は自分らのエースにする。확실히공안은스파이를부리는정보기관이야。그보다소마가공안그자체라는건무슨뜻이지？그건명탐정코난에서는그안기준이라는애가공안그자체인가？그것도아닐거，그것도아닌가？공안은自分のエースを見つけて育てる。だがな、公安の警官自身がスパイとして潜入することもある。例えば極道の組織にな。그래서명탐정코난의그그명탐정코난의그공화그저안기준그렇잖아요。자기가노크논오피셜커버그런쪽이잖아。潜入捜査官だったってこと。さっき阿久津が言ってたろ。相馬は組を抜けるとき、登場会全体に先がねえことが見えてた。若い三下の組員がそこまで確信持てるとは思えねえ。だがよ、そいつが警察やら公安の情報を持ってるなら話は別だ。登場会のことも神室町の動きも手に取るようにわかる。だから相馬は登場会の解散を見越して動けたわけか。ねえ。そして組を抜けたあいつがやったのは、登場会からあぶれたヤクザたちの受け皿を作ることだった。ってのはどうだ？その手の奴らを公安で把握、監視するためにだ。実際 RK は今も俺とか元登場会の極道を勧誘してる。つまり RK って組織はチリジリになったヤクザを公安が管理するために作られた。公安のやりそうなことではあるぜ。犯罪組織をいちいち潰してたら、どうせまた別の新しい連中が出てくる。そいつらを一から調べ直すより、把握できてる組織をほどほどに泳がせといた方が利口だ。でもそのリーダーを公安が自分で。じゃ、正直あにごな、公安と。ズブズブの癒着じゃねえか。ええか、엄청난癒着이지。公安の潜入。おい、だとしたらやべえぞ。のんきに喋ってる場合じゃねえ。何が？あいつにはこの部屋のことも筒抜けなんだ。そんな本当に公安で、今俺らが話してたことを奴が聞いてたとしたら。おい、阿久津、相馬に筒抜けだったらどうなったんだよ。あ、その脱出口じゃん、今組見えそう。誰にも今の話を聞かれたくねえはずだろうが。ああ、아이고아쿠츠이렇게컷당하네 Holy shit. 알아죽었지처음에첫첫샷이거의헤드샷이었는데야거기다확인사살까지やられた。아그건아닌가？챕터10유단이좀짧았네요。어바로챕터10에나온한가는
江原明宏の控訴審に動き出す矢上と源田法律事務所、さらに公安の調整官坂東に対抗するべく RK の相馬を捕らえようと画策する。だが相馬には公安の潜入捜査官であった可能性が急浮上してきたのだ。아진짜공안이라는놈들도참챕터12에 두더지두더그두더지는아닐거아니야전작에서의그두더지는 자銃を撃ってきたのは警官姿の二人組。ええ。そして阿久津のことを。その警官たち、まさか本物じゃないよね。진짜면이미그그그사람들의경찰제복을벗는것정도로안끝났지。警官の制服を着せたんだと思う。どっちにしろ、そいつらを送り込んできたのは相馬だ。海藤さんが言うには、公安の潜入捜査官だったかもしれない。知ってるか、ターボー。潜入捜査官はアメリカなんかじゃモグラって呼ばれてるらしいぜ。ふん。どうち？モグラか。でもいくら公安の潜入でも口封じに殺人までするなんて。いえ、相馬としちゃやらなきゃならなかったはずです。登場会時代からずっと潜入だったなんてバレたら。그렇죠、사실은거의배신자가한거의배신자가있는건데。どえらい裏切りですから。RK には元登場会の人間も多いし、速攻で殺されちまいます。確かにそうね。だから偽警官たちは俺らも始末したかったようでした。できれば全員の口を封じるつもりだったんすかね。なあ、検察の方で源田事務所に警護つけらんないか。せめて今夜だけでも。わかった、すぐ手配してみる。それなら矢上さんたちにも警護がいるのでは。ありがたい提案だけど、ほら、矢上は둘째치고東야고奥道だから警察に行ってもらうなんて。동성애쪽사람인데그거좀그렇잖아전직이라고해도冗談じゃねえ。そうっすね、お気持ちだけで結構です。これで相馬はますます地下に潜ってくことになるだろうな。でももし奴を見つけ出せれば、逆に公安の尻尾もつかめる。そん時は沢先生の件も明るみに出せるし、桑名や楠本玲子のことも。分かった分かった、ひとまず沙織さんを源田先生のとこに送ってこうぜ。今日はそれで上がりだ。ふん、そうだな。きっちりガードするから心配ないよ、沙織さん。なーに、沙織。変身した途端、みんなに守られちゃって。じゃあ、あなたもたまには、気合い入れておしゃれしてみて。私は今、わー、ドバイクラス暴走。頑張ってる자사오리씨를겟나법률사무소까지받아주자나머지는그후에생각하자바로코앞이네요이거못보고났지저양아치들오
変だったな。大丈夫か？阿久津が銃で撃ち殺されたとか、ほんと血の気が引きましたよ。沙織さんに何かあったらどうしようって。俺らはいいのかよ。まあみんな無事で何よりだった。でも相馬にやられました。奴を甘く見てたみたいです。どういうことだ？奴は公安の潜入だったんじゃねえかって話です。潜入？何にしても先生と星野くんは楽しい夜に水を差されて残念でしたね。いやそのいや、さっきキャバクラに行ったのは星野くんがどうしてまで行くって聞かねえもんだから。先生だって全員ジョンカクラス5時ね。言ってたでしょ。そうだったっけ？よく覚えてねえなそうですか、失礼。着替えてきますので。なんていうか、まあしばらくは沙織さんに白い目で見られてください。이런 걸 보고 자업자득? なるほど。じゃあその説で言うと、公安の捜査官がハングルまとめて RK を作ったわけか。ええ、それが相馬和樹です。まだ確かじゃありませんが、あいつが潜入ならいろいろ辻褄は合います。だから公安は RK を手駒にできたんでしょうし、逆探知とかの情報を流すこともできた。半グレたちはそうとも知らず、ずっと相馬の命令で公安の使いっ走りをやってたわけだ。でも相馬に公安とのパイプがあるからこそ、RK は一発の組織になりつつある。例えば阿久津を殺した奴らも RK でしょうが、着てた警官の制服や銃は多分本物です。あれも相馬が公安だから簡単に調達できた。ではもう警官の制服は信用できないですね。下で警備してくれてる方たちは大丈夫なんでしょうか？心配ないよ、あの人たちは真冬のお墨付きだから。それにしても警察の方で公安を止められねえのか？ええ、公安はそもそも相馬なる公安이경찰보다위인건사실이죠。저명탐정코난에서가그거기에서도그랬잖아요。경찰이그공안이이제그경찰한테그어떤사람의신분을넘기라고할때거부권을행사할수는없다고하는데아이츠라의것도나라오래오래히가시고시일협연합알았다자그래와마타아시다키드미요오소다나오늘밤은잊지마는게좋겠군사무소에돌아가서쉬자편의점에가서그거사야겠구나저빵빵아니時間食っちゃったよ。
あ、回答はあんたのね。いや、ポップ10、여기서조금사야겠다 좀사야겠다죄송합니다이라っしゃいませ ありがとう。일단여기서보장하고아스코트캐릭터차를러가자히가시한테소마의동성애시절이야기해드려야겠어